皆様こんばんは。8月の15日午後6時58分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日の月曜日、週明け月曜日でございますけれども、配信をね行っていきたいと思います。ちょっと最近はね、コロナから復活をいたしまして、配信自体がね、ちょっと毎日できないような状況になっているわけでございますけれども、まあ、お盆もね、重なっておりまして、なかなか皆様忙しいような状況が続いているんじゃないかと、私自身もね、まあ、忙しい毎日が続いているということで、ちょっと皆様にはご迷惑をおかけしているわけでございますけれども、今日も愛も変わらず、隣には、キャツがいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。皆様そして、考え役、メンタルソウル。滑りまくりまクリスティでございます。滑りまくりまクリスティでございます、皆様。滑りまくりまクリスティでございます。よろしくお願いいたします。元気よくね。今日も、私の隣にはキャッツがいるということで、配信をね、一緒にしていきたいなと、いうふうに思っている次第でございますけれども、今ね、皆様のもとに、バリッと目の前にね、あるところが何か、ビットマン TV のツイッターでございます、皆様。なんでこれを開けているのか、そうです。スライドしていきましょう。いきましょう。これでございますね、皆さん。来ましたよ、皆様。ババ餃子の丸岡でございます。やっぱり私、ビットマン TV といえば、はい、バーベキューの次に餃子。そうです。丸岡。丸岡。息子じゃねえ。何の宣伝してんだ、お前と。これね、ビットゲットさんで、やらさせていただきました。はい、ビットマン TV のね、専属トレード大会で、商品、まあ、もともと用意されていた商品とは別にね、別に。うん。まあ、その高いものではないでございますから、はい、ビットマン TV が、まあ、言ってしまうとね、気に入っている餃子を皆様に食べていただきたいということで、6名様だったかな。そうですね、追加でね。追加でこう、お渡し。したわけでございますよ。はい、それがね、やっぱりこう13、14、はい、15あたりにこうわらわらと、ね、皆様のもとにね、包まれた餃子がパリッと届いておりまして、いや嬉しい、もうぜひとも食べていただきたいと、いうところでございます。やっぱりこれね、本当ね、はい、本当に宣伝とかではないんですけども、何にも私ね、関係ないんですよ。はい、ただ純粋に、やっぱりこうね、私が住んでいる地域の方で最強の餃子と言ったら、やっぱり丸岡、そうでしょ。間違いない、間違いないでしょ。間違いない。これはね、日本で私ビットマン TV 一番美味しいとやっぱり思っているもの。いや、ほんとそうです。うん、ですから、やっぱりこうね、九州の南部に住んでいない方、お口にすることはほぼないんじゃないかなと思いますので、やっぱりこれはね、今年ね、もう一回ぐらい冬あたりにね、こう、またこう、突然、プレゼントみたいな形で、企画的な感じで、いや、そうですね。やっていきたいなというふうに思っておる次第でございますので、まあ、その時はよろしくお願いいたします。お願いします。あのね、焼き餃子も美味しいんですけれども、鍋もやばいよね。そうなのね。この丸岡の餃子を使ったね、なんですか、餃子鍋ね。餃子鍋。最強に美味しい。もう、だしはもう昆布だしで取っていただいて、餃子パリーとね、なんですか、コーンスターチっていうの、白いやつね。粉ね。あれをパリーとこう落としていただいて、あれ、あの粉に中毒性があります。あの白い粉にね、皆様いいですか、中毒性があるんですよ。なんか、危ない。いやいやいや、違うんです。粉に、あの粉です。粉に、餃子じゃないです。あの粉を食べてほしいんですよ。そこだけ聞いたらもう完全にやばい。あの粉に中毒性があるんですよ。ですから、やっぱりあの粉をね、あまり落としてほしくはない。これがビットマン TV が皆様に、やっぱりこう要求したい。あの餃子の丸岡の餃子を食ってるように皆様感じてるでしょ。違うんですよ。あの粉を食べてる。あそこにやっぱりね、何遍も言わせてください。中毒性があるんですよ。いや、響きが危ないわ。はい。ですから、やっぱりあの白い粉はね、落としすぎると、中毒性がなくなるんですよ。そういうふうな認識で、持っていただければと思いますので、ここはよろしくお願いします。まあ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 、鍋に入れるときはね、あの白い粉が、鍋のすべてのところにね、充満していきますから、汁飲んでいただいても中毒性があるわけでございます。言い方よ、言い方。危ない。間違いないでございますからね。もう何遍も言わせてください。餃子は食べてないです、皆様は。白い粉を食べてます。ごめんなさいね。冗談でございますよ。まあまあ、本当にね。あの、餃子で、まあ、本当に届いた方は、あの、結構、数も50個送ったかな。ですね。だから半分は焼きにして、半分はね、餃子鍋かなんかにして、本当食べてほしい。で、冷凍しておけば、あの、かなり持ちます。持ちます。ただ、冷蔵庫に入れてると生物なんで、ちょっとごめんなさい、もう一回見ましょうか。生物なんで、やっぱりこう、期限がね、ちょっと短い。1日2日生野菜使ってますから。そうですね。だから、そうしちゃうとね。そうそうそう。すぐ食べないよという方は、冷凍庫の方にね、ちょっとこう入れていただければというふうに思いますので、これはよろしくお願いいたします。まあ、とにかくね、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。50個で、どうかな、金額いくらぐらい ?3000、4000ぐらいだったいやー、まあ、送料含めたらそのぐらいね。そんぐらいだったから、送料がかかるんだよね。そうそう。送料が結構かかるんで、あれなんですけど、次は10名様とかにね、送っていきたいなというふうに思っているところでございますから、なんで笑ってるの?完全に丸岡進め。
広げてるよ、ね、だからもうそうなんですよ本当に、ちょっとねお金もらわないとねこれやれないよね、CM 来るんじゃない、来るかもしれない、餃子の丸岡みたいな感じでガッツポーズね、もう右手今上げてます、ビットマン TV 今右手上げてますからよろしくお願いします、でも何遍も言わせてください、はい、白い粉です、いやいやよろしくお願いいたしますまあ語弊がね、はい、あるかもしれませんけれども、まあ粉はパパッと落としていただいて、うん、食べていただければと、ね、いうふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします、そして、はい、ちょっとまだまだね皆様にはお伝えをしていきたいところがございます、はい、もしかしたらね、はい、皆様が心配していたかもしれません、はい、陰性がなんと私ビットマン TV 並びにメンタルマネージャー、はい、コロナウイルスに感染をしていました、はい、8月1日付近でございます、そうですね、今日ね、はい、検査をしてきて、はい、無事陰性が出たということでありがとうございます、皆様本当にねありがたき幸せ、本当に日頃のお願いだよ、本当にやっと日本から脱出できる、早くもう脱出したい、私は羽本当にもう本当です、これはもう本当にね、ここだけが不安だったね今日はね、そうだね、もう一日ドキドキしっぱなし、いや本当そうですね、本当にね、うん、まあ、でも陰性はね間違いないだろうっていうのはあったんですけ ど、証明書を取る陰性がねやっぱり出ないと、そうそれがね、うん、で皆様に言いたいんですけれども、うん、私ビットマン TV はね、うん、まあ自分でも思うんですけど、はいはい、かなり運がいい方だと思うんですよ、はい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 、ね、だから、うん、まあなんとかなるだろうと、そうですね、でただね私の横にね、うん、座ってるキャッツです、はいはいはい、キャッツはね、うん、本当にね要所要所でね引くんですよマジで引くんですよ皆さん、もう悪い方をね要所要所で引くんですよ、マジ引くよね、マジで引く、なんであんたそんな運悪いのぐらい引く、どうしたらいいのビットマン、もうどうにもならないよ、ね、これはね気持ちの問題っていうのもあると思うんだけどもうねなんかねもう負けてんのよ、気持ちでね、負けてんの、気持ちで負けてんのよ、はいはいはい、戦う前から、そうでしょ、あ、はいはいはい、だからそれあるじゃない、あるある、うん、確かにね、うん、だから昔とかも、うん、もうね分かります皆様、まあ、うん、パチンコのね話にまた なりますけれども、こうね、なんか例えばね、うん、まあ、パチンコやられていないから、ね、最近ビットマン TV パチンコの話しかって、いやいろんな思い出がある、ね、いろんな思い出があるんですよね、だ一番分かりやすいのはじゃあパチンコで例えましょうと、はいはいはい、ね、例えばパチンコで、うん、まあやっていない方はもしかしたら知らないかもしれませんけれども、はい、例えば格変っていうのがあるんですよ、はい、いわゆる連チャンするモードみたいなね、その格変の突入率が、はい、まあ、50% とかね、はいはい、まあ、あるわけですよ、2分の1、うん、そうなんですよ、で私ビットマン TV はもうね、うん、分かります、店に入る前、いや、うん、家から出る前段階で、はいはい、うん、確実に 50% なんて楽勝すぎんだろぐらいの気持ちで行くわけですよ、はいはいはい、うん、いやそれが引けないと勝てるわけもないと、まあまあそうですね、分かります、うん、ですけどもメンタルマネージャーは、はい、打ち出していいですか、はい、2000円3000円入れてもまだね、はい、もう絶対無理とか言いながらハンドル握ってるんですよね、もう絶対無理って言いながら確変 50% 突入無理とか言いながらね打ってるんです、じゃあなんで打ってんのみたいなねそういうとこなんですよ、確かにね、これが まさしくねジャンキーたるゆえん、いやもう本当にもうね、うん、どこを目指してんのあんたはぐらいの勢い、何のために打ってるんですかっていうね、うんうん、ところ、まあ最近は全然そんなことはないけれどもね、まあまあそうですね、打つということ自体がないから、うん、最近はねパチンコ自体をね、確かに昔はそうだった、まあ、そうそう、うん、昔はねそうだったよね、本当ね気持ちで負けてたんだよ、だから、ね、いやまあ、ただそれがずっともう10年ぐらいついてんじゃん、だからだからね、もうね、ほんと、要所要所でお前は引くと。だから、はい、ビットマン TV 今日の、うん、あの、結果ね、うんうん、自分私は大丈夫と思って、うん、まあちょっとドキドキしたけど、うん、まあ大丈夫したと。はいはいはい、ただ、うん、あんたの結果を聞くのがほんとドキドキした。そうよね。うん、こいつ引いてんじゃねえかみたいな。こいつ引くもんなーみたいな。絶対陽性だろこいつみたいな。はいはいはい。思ったら、まあまさかの。まさかの方です。もうそっちですからね。まさかの陰性をゲットしてきたと。たというところでね。うん、まあよかったよかったと。いや、ほんとよかったです。うん、これで、うん、まあ無事。うん。フィリピンの方に、そうですね、 F 国の方に、 F 国の方に、 F 国の方に旅立てるということで、はい、バッサバッサと、もうよろしくお願いいたします皆様、本当にね来週、いや今週かな、そうですね、楽しめる日が続くということで、はい、嬉しきかな幸せでございますよ、はい、まあ前から言ってます通り、うん、あの配信の方もねフィリピンの方でしていきますから、そうそうそう、生配信も含めてね、はい、そこは皆様に本当に見ていただきたいなというふうに思っているところでございますので、うん、これはよろしくお願いします、やるときは、はい、ツイッターで、そうですね、うん、ま、前の日ぐらいかな、ぐらいとか、まあ、ツイッターでお知らせして、うん、だいたい時間帯と、うん、っていうところで。1時間ですね。日本時間が1時間早い。だから、フィリピンが、例えば夜の9時だったら、日本は夜の10時みたいな感じだから、日本時間でいようかね。何時にやりますよとかいうのは、日本時間でいきますので、これはね、よろしくお願いしたい次第でございますので、本当にね、皆様見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、あともう一つですよ、はい、あと一つ。何か。やっぱりね、最近、2、3日前ぐらいからね、はいはい、ビットマン TV が、やっぱりこう仮想通貨業界ね、うん、こうちょっとなんか仮想ってきてんじゃねえかみたいな、ことをね、やっぱりこう配信の中で言っている、うん、だそれは、うん、まあ、あなたのお師匠さんも含めてでございますけれども、いやそうですね、なんかさっき嘆いてたよね、まあ、まあねものすごく動画が上がらない本当にそうなんですよね、なんかねあのメンタルマネージャーのお師匠さんも動画をまあ止めていると、そうですね、うん、で、うん、お金を配り出したと
そう、花坂じいさん。いや、別にそれは悪いっていうことではないですよ。もちろんもちろん。悪いっていうことではないですよ。はい、うん。だから、ね、そっちの方に方向転換しだしたなと。そうですね。ベクトルが変わったわけですね。そうそうそう。だから、私がね、それを見た時のイメージ、はい、いいですか、はい、車が90度でいきなり角度バリーって、本当にバリーって90度の角度で曲がり出したなと思った。はいはい、いきなり配り出したみたいなね。だから、かビットマン TV も、やっぱり餃子配ろうと思ったから、それがあったから。だから言ったじゃない、さっきね。餃子対現金。餃子対現金でいこうと。やっぱり私はね、皆様に現金を配るのはね、はい、これね、まあ、なんか気持ち的には、うん、だからやっぱり白い粉を食ってほしいのよ、ね、まあ、本当にもうあそこのコーンスターチかどうか知らないけれども、はいはいはい、白い粉をね、そうですね、食ってほしいの、うん、だから、うん、さっきも言ったようにビットマン TV はね、はいはい、違うんだと、違うんだと、そこで例えばじゃあリップル配りますとね、はい、ビットコイン配ります、うんうん、簡単ですよ、うんうん、だけれども、うんうん、やっぱりね、うん、餃子の方が嬉しいでしょ。そうですね。それはない。あ、あれ全然あるよ。あるでしょ。嬉しさプラス美味しさみたいな。いや、そうそう、2つ味わえる。普通さ、うん、もらわないと思うのよ。餃子なんて、餃子なんてね、普通はもらわないと思うよ。確かに確かに。でしょ、うん、あの知り合いですかぐらいの意見じゃん、餃子送るって。そうじゃん。確かにね、餃子送るってそういうことだと思うのよね、うん、はいはいはい、だから、まあ嬉しいのよ。だあとは、うん、やっぱビットマン TV は違うんですよ。私はね、うん、いいですか皆様、もうこれね、失礼なことをもしかしたら言うかもしれません今から、はいはい、私は、うん、今聞いてらっしゃる皆様、うん、なんてどうでもいいんですよ。何か違うんです、はいはいはい、皆様と一緒に住んでるご家族とかね、あ、そう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 、前々から言ってるでしょ。でも本当そういうことよね。そうでしょ、うん、一緒に食べてほしい。やっぱりそう、うん、もう家族でみんなでね、はい、幸せ、え、はい、誰なのビットマン TV ってみたいな、はいはい、でやっぱりこう家族がみんなね、うん、幸せになれるように、うん、だからさっきも言ったように、うん、ね、リプル配りますよとか、はい、ビットコイン配りますよ、現金配りますよ、まあまあいいとは思うんですよ、そこに否定することはないんですけども、うん、だったんなら現金配れると思う方いっぱいいると思うんだけどね、はい、ですけどもしたくないんですよ、あえてです、あえてあえてしたくないの、わかりますよね。まあね、うん、簡単なことですよ、何遍も言いますけど、うん、確かにね、あのビットマンお金配り出したって言われるよりも、うん、ビットマン餃子配り出したら方がいい、ね、こいつ餃子マジ配るなみたいなそんなお前餃子食ってほしいか、今日食ってほしいぞ、だから、うんうん、本当食べてほしい。そうそうそう、うん、まあさっきはね、こう皆様なんてどうでもいいんですよってちょっとね、こうバリッ と、うん、あのこうわかります、とんがってな言い方しちゃったけれども、はいはい、皆様のことが大事、うん、それよりも、うん、まあそれ以上、いやそれと同じぐらい、はい、皆様のね近くにいる方、うん、やっぱりご家族であるとか、うん、お子さんであるとかがみんなね、はい、一緒に幸せになって、うん、そんな YouTube 配信してるやつおるんみたいな、うんうんうん、餃子配るやつおるんみたいな、 いないでしょ、皆様今までそんな人、まあ間違いなくいないよ、ね、いないよね、多分私はこれ自負がありますよ、いないと思う、いない、餃子配るやつなんちゅうのは、だからそこ含めてね、うん、今年は本当にもうね、あとね30名から40名様ぐらいには、うん、マジで配りたいと思うから、そうです、ね、本当に行きたいと思う、冬とかね、鍋をね家族でつついて、でしょ、やっぱそういうところ、おいしい、おいしいっていう、家族みんなでビットマン TV 中毒になってほしいと、だからちょいちょい危ないワード挟んでくる、中毒でございます、よろしくお願いいたします、はい、そういったところで、いやその代わりですよ皆様、いいですか、はい、お子さんの携帯、はい、奥さんの携帯、はい、いいですよね、わかりますよね、これ以上言わさせないでくださいこれ以上、私の口からそれ以上言わさせないでください、よろしくお願いします、人差し指でポチッと、そうでございます、なんかのボタンを押せばいいんですよ皆様は、もう黙って押してくださいぐらいの勢いでございます、餃子食べながらね、あの一家に大体ね、うん、4台ぐらいはあると思うんですよ、うん、わかりますよね、携帯並びにタブレットたくさんありますよね皆様、はいはいはい、うん、あのアカウント10個ぐらい作っていただいても構いませんよ、ごめんなさいね、ごめんなさい、欲張っております、ごめんなさい、ごめんなさい、冗談、でもそれでね、うん、餃子の当選確率が上がるんだったよ、ほら皆様、ほら押したくなってきたでしょ、そういうことなんでございますよ、餃子の当選確率、うん、餃子の当選確率を上げるためにはやっぱりフォローしていただかないと、そうだね、うん、そうでございますよ、はい、ね、うん、私はね、うん、いいですか皆様、うん、これぐらいのアカウント数、はい、ね、はい、やっぱりフォローしてますよと、はい、いうふうに言ってくれるんであれば、はい、無条件でいきますよ、まあまあそうですね、無条件で、無条件で、その代わり証拠は出してください、あのこれは私もね、やっぱりこう人間でございますから、まさか嘘は言ってないよな、餃子こいつ食いてえから言ってねえよなとはね思いたくないんですよ、うん、そういうことなんです、わかりますよね、そうね、うん、だからメンタルマネージャーとかそういうことやるやつなんです、はい、いやいや、まあまあね、メンタルの性格悪いから、もう間違いなくですね。もうね、引きは悪い、性格は悪い、こんな最低な人間いないですよ。だからね、私の欲にね、いるんですよ。なんとか救い出してやろうというところがあるので、なんとかね、うん、救い出してあげたいなというふうに思っているところ、それがあるので、まあ、あなたは私の横で喋っているわけでございましょう。そうですね。そういうことで。地上に上げてもらったんですね。ありがとうございます。まあ、本当にね、冗談抜きでね。はい、まあ話を総じてまとめますと、うん、やっぱり吉野家のね、うん、紅生姜が一番うまいっちゅうことなんですよ。いや、いつこれがめちゃくちゃ言いたかった。いや、本当に。いつものパターン、うん、そういうことなんです。わかりますよね、そろそろみんな飽きてきた、このくだり。そろそろみんな飽きてきた、このくだり。ごめんなさいね、私もね、たまにぶち込まないと、やっぱり気分が悪いと、はいはい、いうところでございます。うん、カレーはココイチ。ね、紅生姜は、あ、吉野家。あ、ということでございますよ。他何があります？カツはカツ屋。カツ、そういうことで、カツはカツ屋です。カツはカツ屋。浜カツです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 。まあ、カツ屋もね、はい、美味しいでございます。
ございますけれども、はい、まあそういった流れ で、ね、まあとにもかくにも、うん、まあ餃子もね、うん、皆様のもとに大体お届けできたのかなというふうに思いますから、いや本当そう、嬉しいですね、嬉しい限りで、うん、まあまあまあさっきも冗談っぽく何遍も言ってますけれども、うん、また今年、はい、冬前ぐらいかな、ね、行こうかな、うんうん、そうですね、ちょっと今回は5、6名様だったので、はい、次は10名様とか餃子キャンペーン、餃子キャンペーン行こうかなという、ね、はい、だからそこの抽選に関しては、うん、何かしらで、はい、だから、ね、あのツイッターのフォローもまあまあ、まあ、当然してほしいんですけども、はい、あのまあでも今聞いてくれてる方は、うん、多分ほぼほぼの方がしてくれてるからと思います、ね、うん、だからあとはあのテレグラムの方ね、あーそうですね、うん、あっちの方のパイナポー TV とかでも、はい、あのね、テレグラムのパイナポー TV の方に入っていない方だったら知らないと思いますけれども、うん、はい、ビットマン TV たまに、去年も、はいはいはい、クリスマス前ぐらいだったかな、うん、いきなりお金ちょっと配ったこともあったね、あったね、はい、あの1万円分やったかな、だっただった、うん、もう先着様でっていうことで、ね、そう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 、うん、早いもの順で連絡くれたらみたいな、そうそうそう、あったね、あったでしょ、ウォレットアドレスくださいって言って、うんうん、くれた方には100ドル分送りますよ、ますよ、テザー送りますよって言って、ね、あれ何だったかな、あれはなんかね、焼肉食ってほしいみたいなだったわ、確かだったよね。で、ビットマンが持ってるやつをもう分けまーすって言って。そう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 。500ドル分だったかな。うん。で、うん、結構、だからタイミングが合わなくて、来る人が少なくて、結局倍やらんかったっけ最初に。そう。はじめ50ドルぐらいでっていうのを言ってたんだけど、なんか来る人が少なかったから、そう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 、あ、だったんならもう100ドルに上げて、5名様で行きまーすって言って。そうそうそう。だからね、そうそうそう。お金配ってんじゃねえか、お前ってね。ガンとガンと。お前お金配ってんじゃねえか。師匠より早かったよ。早いじゃねえか、お前みたいな。いやいやいやそう、そういうこともあるかもしれないんで。ですね。パイナポー TV とかね、うん、普段ほら、やり取りはしない方もいると思いますけれども、はい、うん、見ておくだけでも、うん、もしかしたら何かしらあるかもしれないよというところで、はい、突然そういうの始まりますから、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、はい、とりあえず、ちょっと近況のね、うん、話をさせていただきました。はい。で、行きましょう行きましょう。今日の内容なんですけれども、はい、まずは重要ニュースがお二つございます。はい、行きましょう。行っちゃいましょう。バッチーバッチ行っちゃいました、来ました来ました。まずはお一つ目、ちょっと面白そうなね話が上がってきておりましたので行きます。エヴァードームね、はい、メタバース関係の、はいはい、まあ、最近はねあんまりね、うん、やっぱりこう仮想通貨業界が、うん、やっぱりちょっとこう盛り上がりに欠けているところがある事態がね、まあ、でもね、どうなんだろう、 FX とかをやっている方がは、うん、稼いでいる方もやっぱいる、稼げない相場とかではないからね、やっぱり主要ライン抜けていたらやっぱ伸びてくるとか伸びてくるし、うんうんうん、現物のね、うん、多い例えば買うとか、はいはいはい、そういった方が少ないのかなと、まあその流れの中で、うん、メタバース関係もね、うん、ちょっとこう下火になっていますけれども、はいはい、一応こうニュースで出てきておりましたので共有しておきましょうよ、はい、いきまーす、火星を舞台にしたリアルなメタバースプラットフォームエヴァードームが8月の12日に公式オークションに出品された、はい、メタバース土地の NFT がミントを、はいはい、まあ、作れるようにね、なったことを発表したと、はいはい、でミント後に取得をした土地 NFT は、うん、オープンシーなどのマーケットプレイスで取引することができますよっていうのがありました、はいはいはい、ということですね、まあ、やっと、うんうんうん、言っちゃって動き出したということかな。うん、そうですね。行きましょう行きましょう。エヴァードームが8月12日に公式オークションに出品された、うん、メタバース土地の NFT がミントできるようになったことを発表。はい、で、土地 NFT はイーサリアムのブロックチェーン上でミントすることができることのことで、はい、ミントするまでの時間制限はね、ないとも説明をされておりますよということですね。はい、はい、行きましょう。で、具体的には以下のような手順で、土地 NFT のねミントを行うことができるとされておりまして、うんうん、ミント後は自分が獲得した土地の NFT をオープンシーなどの NFT マーケットプレイスで取引することもできると説明をされておりますということで、はいはいはい、一応ね、このエヴァードーム気になる方がいるかもしれませんので、はい、情報としては共有しておきましょうと、はい、まあ言っちゃうとさっきも言ったようにね、うん、ようやくこういろんなことが動き出してくるのかなという感じ。そうですね、うん、だまあどうでしょう、直近でねやっぱニュースでも上がってたけれども、うん、仮想通貨の大きな流れがね来てたじゃない、はい、去年とかもやっぱりものすごく、はいはいはい、取引もね、うん、活発化してたじゃない、年末とかね、うん、で、うん、その時の流れでやっぱりこうメタバース関係のね、うん、土地を買った方もいると思うね、結構高い金額で、ね、確かに確かに、うん、だけれどもどうかな、ビットマン TV がもしあの時買っていたとしても、うん、やっぱ売りには出せないまだ、あ、うん、やっぱり投資としての土地というふうに見ておいてもいいと思うから、これはあのねやっぱりちょっとバブルチックな感じもしたじゃない、土地の価格がブリーッと上がっていって、確かに、うん、バブルチックな感じはしたけれども、やっぱり歴史は繰り返されるっていうので、はい、次のねやっぱりビットコイン、まあ、仮想通貨業界の大きな流れが来た時に必ず、はい、やっぱりこのメタバース関係の話題っていうのも当然上がってくるし、まあそうですよね、これは前から言ってますけれども、はい、買った方はねまあ、ビットマン TV 買ってないですよまだ、うん、でも今年は、ま、間違いなく買いますけれども、うんうん、買った方
に本当言いたいのは、うん、なんていうのかな、ちょっと高くで買っちゃった。だから、損失をね、もう少しでも抑えるためにもう売り出すかと。はい、それは、ちょっと抑えた方がいいのかなっていう感じ。資産として持ってた方がいいのかな。資産として持っておくのがいいんじゃないかなっていう感じもするんで。で、ほら、あとはね、やっぱりこう、いろんな企業がね、入ってきているので、入ってきてるよね。だって、ビットマン TV も、やっぱりほら、もうずっとね、毎日毎日ニュースとか見てるわけじゃない。はい、おそらく多分皆さんよりも、まあこれは配信をしているからね。まあまあ、当然なんだけれども、皆さんよりもやっぱ見てる。で、その流れの中で取り扱ってないニュースとかもありますよ、メタバース関係。はいはい。やっぱりいろんな企業が、入っていってね、そこに対してお金を投じていっていっているっていうこの流れっていうのは、一旦落ち着きを取り戻してるけれども、またまたこれ絶対出てくるから、流れとしては。一回投じたお金を多分引っ込めることはないんじゃないかなというふうに思いますので、何遍も言って申し訳ないんですけど、やっぱ Facebook もね、社名をメタに変えるレベルですから、それぐらい、そのメタバース空間っていうものに対してね、一般の個人の人々というよりも、大きな企業は間違いなくそこに対して期待を寄せてるはず。まあそうですね。そこに個人の方がまだついていけてないという部分があるので、だから今持っている方は本当に資産としてね、捉えておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますから、売りに出したいちょっと気持ちはわかるんだけれども、ちょっとここ我慢して年単位で持っておくっていうのが一つベストかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いします。今から間違いなくね、動き出してくる部分だと思いますよ。よろしくお願いいたします。で、次行きましょう、次行きましょう。今日のニュースの最後、なかなか開きが悪いということですね。ちょっとごめんなさいね、もう一回閉じます。開きませんね。開かず。来ました来ました、はい、行きましょう。はい、ビットコインは$25,000を回復する、ちょっと上がってきておりましたから今ね、日足の雲の上端値でやっぱり頭を、ね、抑えられていて、一応おとといかな、皆様に、ね、言っておりました通り、その雲の上端値並びに、加工のね、フラッグが今作られているような状況、その上端値が$25,600付近にいましたから、まあその青い帯帯はねちょっと消してるんですけども、今まあ$25,000付近でショートインはありなんじゃないんですかというふうに言っておりました、ですから、そこでショートインをかけた方はね、今$24,000ぐらいまでちょっと昼間かな落ちてきておりましたので、利益がね1万あたり1,000ドルぐらい取れているんじゃないかなというところで、だから稼げるんですよ。だから、はいはいはい、ちゃんとしたラインで、ショートイン並びに、反発狙いのロングインをしていけば、間違いなく稼げる、短いスパンでね、短いスパンで稼げるような相場ではありますから、こういった時はね、ある程度レバレッジ抑えめで、無理な取引はせずにちょこちょこ利益をね、取っていくような流れでやっていってもいいんじゃないか。だから爆益が取れるようなフェーズではないって感じ。なるほど。爆益フェーズではないけれども、しっかりとしたラインで、仕込んでいけば、少量でもちょこちょこ稼げていけるようなね、相場環境になっておりますから、そこね、ある意味大幅下落とかいうところも起きるような状況では今ないのかなって、相場環境的にはね、大幅上昇もないけれども大幅下落もね、起きるような状況でもないんじゃないかなって感じもしますから、まあここはね、危険な取引はせずに、しっかりと足場を固めながらね、行くのがいいかなと。まあ読んでおきましょうよ。弱気の声がダブルトップ呼び込むと。だから完全に強気相場にはね、入ってきていない。高値を結んだラインを超えていければね、相場環境がかなり強気の方に傾いていくんじゃないかなというふうに思いますけども、まだまだちょっと上、$28,000あたりをちょっと超えていかないと、ちょっと難しいところがあるでしょうということで、まあ一応読んでおきましょう。はい、きます。ビットコインは8月14日。はい、数ヶ月ぶりに$25,000を突破する急騰を見せましたと。はい、で、トレーダーは強気なね、展開になることを拒んだようだということですね。やっぱりこう、頭を抑えられるところは抑えられているというところ。で、コインテレグラフマーケットプロとトレーディングビューによると、ドル建てのビットコインがね、突如上昇。はい、ビットスタンプで$25,050を記録しましたと。で、この動きは6月13日以来の高値であります。しかし、市場のセットアップを分析すると、おなじみの弱気なね、トーンがまだまだ残っていますよということですね。まあだから、全体的な相場の流れとしたら、全然強気にはまだ傾いてないんじゃないかってことですよ。で、人気ツイッターアカウント、通貨ポオブクリプトしていいんですかね、は、最近の高値は、新しいね、下降トレンドが始まる予兆だと指摘をしたと。おー、だからまだ下落の方に走っていけど、まあどうなの、大幅、超大幅下落ね。だからあれね。最終的な売りでございますよ。ちょっと名前をど忘れしてしまったんでございますけれども、あちら、セリクラね。セリングクライマックス。結局、起こると言われて全然まだ起こっていない。起こる予兆すら出てないような感じもしますけれども、まだそれは残されているんじゃないかというところですね。それが始まる予兆なんじゃないかと。で、いきますよ。通貨ポオブクリプト氏は以前、ビットコインが下落に向かう方向に変わる前に、$25,000から$25,500がピークになると呼びかけていたと。ですから今ちょうどその金額に差し掛かっているということですね。上から下に。$25,000に達したが、低いタイムフレームに、まだ弱気のね、兆候は見えていないと、同氏は、その後の投稿で追加をしましたよ、ってことですね。で、我々は$25,400から$25,500に別の動きを見ることができるが、私の考えでは、この弱気市場のね、ラリーのトップは非常に近いということですね。で、ほとんどのアルトコインが主要な抵抗に到達をしていますと、だから今結構限界値にあるんじゃないかってことでしょうね。で、慎重なのは、トレーダーであるクリプトトニー氏も同様で、ビットコインが数ヶ月、レンジの抵抗である2
24,500ドルをサポートに反転させた後に、はいはい、ロングポジションをね検討するようアドバイスをしたということですね。でまたトレンドのね継続に期待を寄せている人もいると、はい、うん、でその証拠にビットコインのね、うん、移動平均収束分岐、はい、MACD ですよね、 MACD インジケーターに、うん、心強い兆候が見られるとデイブ・ザ・ウェーブ氏は指摘をしたということですね、はいはい、うん、だから MACD が意図ゴールデンクロスを発生させているような状況でしょうかね、うんうんうん、いきます。古典的なトレンド指標である MACD は、トレーダーが特定のねチャートトレンドの強さを測定し、その過程で複数の時間枠で売買、まあ、売り買いのね、はい、シグナルを出すことができると、はいはい、うん、でこの日彼は抵抗線で上昇圧力が高まっているとまとめたということですね。で週足の MACD はゼロラインを大きく下回る売られすぎの位置から、はい、まあここでゴールデンクロスをね、あのこの青い矢印でございます、はいはいはい、下のねゴールデンクロスをしようとしている強気であるということですね、うんうんうん、ゼロラインから離れれば離れるほどねその信憑性は高まってきますから、うんうんうん、週足レベルであれば、結構強気な、うん、兆候には傾いているんじゃないかということですね、はい、行きましょう行きましょう。イーサリアムは2000ドルから大きく上昇できるかがポイント、はい、うん、一方アルトコインで、時価総額最大のイーサでは、うん、より緩やかなスパイクが展開をされまして、この日は2030ドルを記録、はい、うん、やっぱり1700ドルをね、うん、超えていったイーサリアムは強かったねっていうところ、うんうんうん、ただし高値を結んだラインっていうのが2250ドルあたりにいますから、ここを超えていかないとさらなる強気なね、相場環境には移っていけないんじゃないか。逆に言うと2200ドル中盤あたりで頭を抑えられてね、はい、調整に入ってくる可能性もありますから、はいはい、今はちょっとイーサリアムやっぱり上値のが限定的ですからね、うん、ちょっとこう入っていくのはちょっと億劫なところ、うん、だからもう逆にもう上に抜けていってから入っていった方がいいかなと思いますので、うんうん、もしくは調整を見て押し目買いをしていくみたいな形でね、うんうん、やっていくのがいいかなと。で行きましょうか、はい、5月以来初めて2000ドルの大台を超えましたが、はい、ドル建てのイーサリアムは大きな勢いが続かず、はい、やっぱり調整モードにね入っているように見えるということですね。だけれども9月の半ば15、16日あたりにね、はい、マージという大型アップグレードがございますから、はいはい、まあそこにめがけてねおそらく落ちてきた時の押し目買いをする方たちはたくさんいるんじゃないかなというところで、はいはい、短期的な目線で見た場合の買いはねありなんじゃないかなというふうに思いますので、ただしその際はやっぱり9月15、16日前ぐらいにねちょっと手締まっていかないと、はい、逆に事実売りで大幅下落に巻き込まれる可能性がありますからね、はい、そこは注意をしておきましょうと。で、ある程度長期目線で見る方であれば、はい、うん、まあまあまあ買い仕込みをしておいてもいいんじゃないかなというふうには思いますけども、まあ今買う方はね、はい、うん、やっぱりそのマージに向けた短期的なトレードを一つ考えている方が多いと思いますので、さっきも言ったように9月15、16日前ぐらいには、うん、ある程度手締まっていくのがベストかなというふうに思いますのでよろしくお願いしますよ、はい、でしかし今後の強気な動きにね、はい、かけているトレーダーも多くいると、はい、うん、前回のサイクルの構造を完璧に、うん、これ何ですか、踏襲ですか、こちら、そうですね、踏襲し続けているが、うん、ほとんどの人がまだ信じていないと、うんうんうん、でイーサリアムの5000ドル超えは単なるミームではないというふうにこの方はねおっしゃっていると、はいはいはい、でイーサリアムの現在と2016、17年の比較チャートを、うん、比較したと、はい、うん、一方、リトレースメントが発生した場合、ジャッキス氏でいいんですかねは、ビットコインイーサリアムペアの古いレジスタンスをエントリーポイントとして注目をしましたよということですね。で、ドル建てイーサリアムは執筆時点でまだ2000ドルを上回っておりまして、はい、うん、ビットコイン建てのイーサリアムは8ヶ月ぶりの高値をね記録したで、まあ、イーサリアムが今とにかく強いねっていうことね。そうですね、やっぱりこう仮想通貨業界をある意味まあ一つね牽引しているところ、うん、がやっぱりあるのかな。まあただこれはどうかな、うん、やっぱりこのマージという大型アップグレードに向けての動きだと思いますので、はいはい、まあそれがなかったらね、うんうんうん、その大型アップグレードがなかったら、うん、まあどうなっているかっていうのは分かりませんけれども、はいはいはい、まあそこだけを見た上でのトレードっていうのはね、うん、さっきも言いましたね、一つありかなというふうに思いますので、はいはい、まあそれをする方は間違いなく15、16前にはね、うん、手締まっていくのが一つは戦略としてはありかなというふうに思いますので、うん、意識をねしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね本日のご案内、あとは重要ニュースは以上となります。そしていきましょう。本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプー、パワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、チャート分析ですね。ビットコイン、イーサリアム、あとはチリーズ、そして、ワンですね、ワン、そして、エバードームですね、先ほど重要ニュースでありましたドーム、そして最後を締めくくるのは今ちょっと強さが出てくるかもしれないテンセットを見ていきたいというふうに思いますので、皆様週明け月曜日のビットマン TV のチャート分析、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。
レッツゴー。お願いいたします。お願いいたします。では行きましょう。行っちゃいましょう。まずはビットコインでございますね。まあ、ゆっくりね、見ていきましょう。よろしくお願いしますよ。いきまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 24,280 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。ちょっと見にくいので雲を消しておきましょう。やっぱり全体的な流れとしたらね、ここ、コロナ期から続いている、トレンドラインを割れ込んでしまっております。ですから、この上に乗っかってくればね、ちょうど、日足レベルの200周移動平均線、この赤いラインでございますけれども、このライン上にさらに乗っかってきて強さがね、出てくるんじゃないかなと。まあ、そこに行き着くまでにちょっと様相として良くなる権利を得られるのはやっぱりこのね高値を結んだライン、ここを超えていくべき 26,500 ドルを突破してくれば、もう一回、雲をね表示しておきましょう。はい、日足の雲のね、上に乗っかってきて、もうバッチバチにね今ね上髭で抑えられているのがわかると思いますけれども、この、雲をね上にブレイクしたとしても高値を結んだラインがやっぱりね、上値を重くしていくかなと思いますので、 25,000 ドルを超えていってからのロングインをする方は26,500 ドル、ここを一つね、手締まいラインとしては一つ意識しておいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、ここをもう一回抜けてくればね、次はこの 28,600 ドルあたりをめがけて、で相場環境がね、かなりいい方向に傾いてくるのは、さっきも言いましたようにこのコロナ期から引かれているトレンドライン上に乗っかってくる、ないしは200の移動平均線上に乗っかってくれば、4万ドル5万ドルとね、当然目指していけるような展開にはなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、全体的な流れはねそこを意識しておきましょうということで、よろしくお願いします。で、今下に落ちてくるんであれば、いいですか？下に落ちてくるんであれば、やっぱりここ、短いね、安値切り上げのサポートラインが発生しておりますので、いいでございましょうか。ドルベースで行くならばやっぱり22,000から21,800ドル、このラインっていうのはやっぱりね、死守していきたい強気派勢がまあ多分多いと思いますので、落ちてきた場合は22,000から21,800ドルでの反発狙いロングインっていうのは一つねありかなというふうに思います。もし21,800ドル下に割れ込んでしまうと、日足レベルの雲も下割れを起こしてしまいますので、より一層の下落がね、起こる可能性があります。そうなるとセリングクライマックスっていうのがね、またまた意識されるような展開になってくるかもしれませんから、短期 FX で入るんであれば、まあ、このね、私気になるのがね、やっぱりこの下髭ポーンですよ。下髭ポーンからの陽線ズドーンでございますね。ですから、この下髭の水平ライン、2万と600ドルあたりを割れ込むとね、ちょっと様相としてはかなり悪い方向に行くんじゃないかな、ふうに。というふうには、思っているところでございますので、26,000ドルを割れ込んだらちょっとね、危険信号が発生するかもしれませんよ、というのはね、意識しておいてください。この下髭ポーンの長さが、やっぱり強気派の買い支えをね、ある程度見て取れるところかなというふうには思う。まあ、出来高がちょっとついてないのでね、そこが気になるところなんでございますけれども、まあ、一つ指標として、下髭からの大陽線が出ておりますのでね、2万と600ドルを割れ込んだら、ちょっと危険信号が発生してくるんじゃないかなというところで、意識しておきましょう。まあ、今はまだね、そこまで到達しておりませんので、押し目買いラインとしたら、さっきも言いましたね、2万2000ドルで、ある程度利益を取っていきたいなと思う方は26,000ドル、26,500を超えていければね、様相としてはまたまた上を目指していける展開になると思いますから、2000ドル幅ぐらいの上昇がね見ていけるような流れになるでしょうから、ある程度安牌を切っていきたいなと思う方は26,500ドル超えからの FX ロングインっていうのね、一つおすすめでございます。で、もっともっと様相がね良くなってきてから入っていきたいなというふうに思う方は、やっぱりこの200周の移動平均線上に乗っかってきてから、で、まあ時間的に言うとある程度このあたりでまあもたつくんであれば、200の移動平均線も下がってきて、コロナ期から引かれているサポートラインとちょうど被ると思いますので、コロナ期からのサポートライン上でもう一回乗っかってきてからね、ロングインをしてちょっとこう長いフェーズで、見ていくような状況でねやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここも合わせてね押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。では次行きましょう。行っちゃいましょう。まあなかなかね力強さがね、出てきているんですけれども、やっぱり抑えられるところを抑えられている2万5000ドルという日足の雲をね、なかなか弱気派の方々が抜けさせてくれないというところがありますので、ちょっとこうね、ストレスの溜まるまあトレードになる可能性がありますから、やっぱり抜けるべきラインを抜けていってからのロングイン、もしくは下に落ちてきてからの反発狙いのロングインっていうのがねありかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。一つ、ショート掛けでもいいと思います。26,500 ドルでのショートインをかけて、逆に25,000ドルで手締まっていく、雲の上端地で、やっぱりサポートが入る可能性がありますから、そこで手締まっていくみたいな形でやっていってもいいかなと。なんだかんだね、ロングでもショートでも、稼げるような位置には、まあ、ちょっといるんじゃないかなという感じはしますから、そこはね、一つ、まあ、諦めずにね、ちょっとこう、見ておきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、次行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモイ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1910ドル付近をね、推移しているようなところでございます。ちょっとね、昨日あたりでしたか ?2000 ドルぐらいまでね、到達はしてきていたんですけれども、まあ、日足レベルで見ていただいたらわかるように、RSI 値がね、ちょっと変わりすぎの領域に入ってきてからのちょっと調整が、入っているのかなと。ただ、今ね、落ちては来ているんですけれども、このね、安値を切り上げているサポートラインは全然守っているような状況でございます。
ございますから、押し目買いポイントとしたら1850ドルあたりを押し目買いポイントとして反発狙いでね行ってもいいんじゃないかなと。もし割り込んでしまうと1700ドル、そしてそこを割り込むと1450ドル付近まで落ちてくる可能性がありますので、損失をね、抱えたくない方は1800ドル割れぐらいからもう損切りをしていく、ある程度粘れる方がいるんであれば1700ドル割れまでちょっと見ておく。1700ドルっていうのは、ここを見ていただいたら分かるように水平のね大幅下落を起こす前の状態のディセンディングトライアングルの水平のサポートラインでございます。やっぱりこれがある程度レジスタンスとしても効いていて、1700ドルっていうのがイーサリアムにとっての重要ラインだったんですよ、もともと。ですから、このラインを守っていきたいね、強気派の方々もまあいると思いますので、1700を割り込むとさすがにね1400ドル中盤ぐらいまでやっぱり落ちてくる可能性がありますので、そのラインを割れ込むまで、まあ見ておいてもいいかなと。まあ一つ一旦は、水平のサポートラインの1700ないしは、斜めのね、安値を切り上げている1850ドル。2箇所での分割ロングインっていうのは一つありかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、上値に関して言うと、やっぱりここ、市場最高値から引っ張った、右下がりの黒いラインが2200、どうでしょう、2200ドル付近にありますから、ここ抜けていけばね、めちゃくちゃ様子は良くなってくると思いますよ。うん、ビットコインとは違って、日足のね、長期の移動平均線がちょうど高値を結んだラインと被っておりますから、高値を結んだラインを超えていければ、日足の200の移動平均線上にも乗っかってくるような状況になりますので、これは前々からお伝えしている通り、2200ドルあたりを超えていけば3000ドル付近までね、跳ね上がってくるような状況になる可能性がありますので、そこはね、一つ、ロングインのポイント場所としては押さえておいてくださいということで、よろしくお願いいたします。まあ、推奨ラインは2250ドルあたりを超えていって長期の移動平均線上に乗っかったら、ある程度まだまだ上値をね、追っていけるような上昇が待っている可能性がありますよっていうのは、一つ、意識をしておきましょう。はい、で次行きます、次行きます。次は、久々見ますよね。チリーズをね、見ていきたいなというふうに思いますよ。いきまーす。チリーズなんでございますけれども。ただいまの価格が 0.18 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、結構ね、強い。いいですよ。いいような状況が来ておりますよ。うん。何か、まずは、見ていただいたらわかるように、一番下のね、赤いラインでございます。水平の、もともとね、バッチンバッチンに効きまくっていたサポートラインなんですよ。この一番下の赤いラインっていうのが。ですから、このサポートライン上に今乗っかってきている。いいですか？乗っかる前を見ていただいたらわかるように、やっぱりサポートラインが、レジスタンスラインに切り替わってるのわかりますよね。ですからこのラインをね今ちょうど突破してきたっていうのがものすごくいい状況。そしてその流れの中でいいですか、日足の長期の移動平均線上もクリアしている。そしていいですか、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上にブレイク、つまりゴールデンクロスを起こしておりますので、やっとねレジスタンスラインを超えていってからのサポートに切り替えようとしておりますから、もしもう一回このライン、はい、0.167 ドルとか 0.17 ドルぐらいまで落ちてきたら、押し目買いのチャンスネイチなんじゃないかな。反発狙いで上昇さらに狙っていけるような状況になるんじゃないかなというふうに思います。もし下に割れ込んだらもう損切りをしていけばいいだけですから、 0.16 ドルを割れ込んだら下にずるっともう一回、ね、落ちてくる可能性があります。この日足の中期 0.12 ドルとかね、そのあたりぐらいまで落ちてくる可能性、まあこの 0.12 ドルっていうのはちょっとこうね、ある程度こうもともとうんわかります、上昇にね転じていってから安値をぐーっと切り上げていく前のちょっと水平のレジスタンスラインともちょっと被っているような状況にもね見えます。雲消しましょうか。こういった形です。点々線ラインを見たらちょっとレジスタンスっぽくなってますよね。ここでいわゆる このフェーズですよ。このフェーズでアセンディングトライアングル作ってたんですよ。だから安値切り上げ高値一定値のそのレジスタンスラインだったので、いいですか、そのラインぐらいまでずるっとね、0.16 ドルを割り込むと落ちてくる可能性がありますから、結構損切りラインもはっきりしていてわかりやすいと思いますので、ちょっとチリーズね利益がまあ、小幅かもしれませんけれども、取れていけるような通貨になっているよというところはね、一つお伝えさせてください。押し目買いで買っていくのがいいかなと思いますので、0.17 ドルぐらいまで落ちてきてからの反発狙いのロングイン。目標価格は、市場最、あ、ごめんなさい、市場、そうですね、市場最高値から引っ張った、この高値を結んだね、レジスタンスライン。引き目で見たらわかると思いますけれども、黒い右下がりのライン。うん。このラインと、あとは水平のね、これも、下から2番目の赤いラインもある程度サポートとして効いているのを確認取れると思いますので、この水平の赤いラインがある程度被っているクロスラインになってますから、手締まいライン、まあ、いわゆる利益確定ポイントとしたら 0.24 ドルあたりがね、いいかなと。だから結構分かりやすい状況になってますので、ここは一つね、押さえて、おいてもいいアルトコインの一つなんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、あと、日足レベルの RSI 値がね、変わりすぎの領域に入っているの分かります？一番下のグラフです。はい。74あたりをつけておりますから、変わりすぎの領域に入っておりますので、ちょっとね、調整でさっきも言ったように 0.16 から 0.17 グラムで落ちてくる可能性がありますので、ポイント
FX ロングインのポイント場所としてはそのラインにね、差し値を置いておいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。ちょっと調整落ちがね、あるかもしれません。4時間もちょっと見ておきましょうか。4時間はより強いと思いますよ。こういった形。はい。移動平均線もすべてね、基本的には右上がりの状況になっておりますから、かなり強いね、相場が今作られておりますよというところをね、意識をしておいてください。はい、で、次行きます、次行きます。次は、ワンをね、見ていきましょう。いました。はい、こちら。行きます。ワンなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.03 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。ちょっと、週足でも見ておきましょうかね。こういった形。上をね、遮るものが、一応ワンはないと。で、週足レベルで、下から2番目のグラフ、マックD線がゴールデンクロスを起こしたばかりでございます。そして、RSI 値がね、売られすぎの領域に、そうですね、売られすぎの領域に入りかけているんですけども、なんとかね、粘り腰を見せているような状況を。ですから、週足を見るとかなりいい形。週足の短期の移動平均線上でも乗っかってきておる、おりますからね。で、あとは、日足レベルも見ていただいたらわかるように、日足レベルでいくと RSI 値が、一番下でございます。買われすぎの領域に入ってきて、ちょっと今調整落ちをしておりますから、いいですか？これ、安値を切り上げているトレンドラインが引っ張れると思いますので、押し目買いのチャンス値位置としたら、0.023 ドルぐらいまで落ちてきたら、反発狙いでの押し目、買いポイントとしてね、押さえておいてもいいかなというふうに思います。で、ここに日足の雲を被せていくと、こういった状況。ですから、これもね、結構わかりやすい。押し目買いをするんであれば、0.023 ドル付近。ちょうど日足の雲の形もいますから、割れ込んだら、下にずるっと落ちてくる可能性がありますので、損切りラインもはっきりしている。0.、まあ、ちょっと余力を持たして0.022ドルあたりを割れ込んだらまあ損切りをねしていくみたいな形でやっていってもいいかなと。だから下に落ちてきたら 0.023 ドルぐらいでしょうか。そのあたりでの反発ロングイン、もしくは上に上がってきた時、そこまで落ちてこなかったとしても雲を上にブレイクしていったらさらに強さがね、ぐーっと安値をさらにぐーっと、上げていくような上昇が見ていける可能性がありますので、雲を上にブレイクする、ドルベースでいくならば 0.0、どうでしょう、まあこの直近高値を超えていってからでもいいかなと思いますので 0.033 ドルとかね、そのあたりを超えていけば、さらなるね、高値を、追っていけるような状況で、これはね、日足の雲を抜けていくと上を遮るものがないので、うまくいけば、まあ、一旦はこのラインで押されるかもしれませんね。この下髭ポーンがね、ここでございます。左側ですよ。大幅下落を起こして下髭ポーンがあります。で、このラインがある程度ね、サポートラインとして効いていた、イーサレムと同じように、このフェーズでディセンディングトライアングルを作っていましたので、この、今点々線で引いた水平ライン、このラインがレジスタンスラインとして効いてくる可能性がありますから、まあ、もうちょっと横を言うなら 0.04 ドルを超えていけばね、もともとサポートとして効いていたラインのレジスタンスとしての機能を、解消して 0.072 ドルぐらいまで上がってこれるような状況になるかなと思いますので、安牌を切りたいんであれば雲を上に抜けてからではなくて、このね、水平ラインですよ、 0.04 ドルぐらい抜けていってからのロングインで、抜けていってから押されてサポートとしてもう一回転換しただと、下髭をつけていって 0.04 ドルぐらいで粘り腰を見せているなでロングインをして 0.072 ドルあたりを狙っていくような状況で見ておくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあ戦略としては3つですね。だから下に落ちてきた時の押し目買い、もしくは上に雲抜けていってからのロングイン、その際は 0.04 ドルぐらいで一つ、ちょっと利益をね、利確をちょっと分割利確していきましょうと。で、もしくはそこを抜けていってからのロングインを仕掛けていくというのがいいかなというふうに思いますので、繰り返しになりますけれどもね、意識をしておいてください。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次は下にね、ちょっとごめんなさいね、目が回るかもしれません。エバードームをね、見ていきたいなというふうに思っているところでございます。どこにいるかな、いました、ポチッとな、行きましょう。はい、エバードームなんでございますけれども、ただいまの価格が、0.004 ドル付近をね推移しているような状況、 0.004 ドル付近を推移しているような状況で、市場、最安値をね今つけているような状況なんですけども、気になるのが何かわかります？やっぱ出来高ですよね。出来高がちょっと上がってきてるんですよ。で、ちょうど RSI 値も日足レベルで見ると売られすぎの21あたりをつけて、今もうまさに RSI 値が一番最下端をつけているような状況で出来高増加、 MACD 線もちょっと日足レベルで、ゴールデンクロスをね起こしかけていますので、もしかしたらこれね、ちょっと跳ね上げが、あるかもしれませんので、出来高の兼ね合いと RSI 値の売られすぎというところがあるので、もう調整もねある程度あらかた済んで上に上昇してくる可能性がありますから、ちょっと気になる方はね、少量でもいいので仕込んでおけば、利益がね取れていけるような状況になるかもしれませんので、そこは一つね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。ちょっとこれ長めに引いておきましょう。でもその際はね、やっぱり主要ポイントでやっぱこう出来高がちょっと気になりますよね。ちょっと増加をしてきているような状況、週足も見てみましょうか。こういった形、はい、週足
私はね、まあまだあんまり、Mac ディスも全然作られてないしというところがありますから、やっぱり冷やしレベルで見ておいてもいいかなと思います。出来高増加と RSI 値の売られすぎに入っているところが気になりますので、一つ、底打ちをね、しているような状況にも見えなくもないというところで、仕込みたいなと思う方はありかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。その際も、まあ短期で入っていくんであれば、やっぱりこの雲のね、形であるとか、もうこれぐらいずるっと落ちてきてますからね、やっぱり邪魔になるところはあると思いますけれども、一つはやっぱりこの加工の平行チャンネルの上端値の 0.016 ドルとかね、うまくいけばこれ本当に4倍ぐらいの利益が取れるような上昇に、うまく乗っかれる可能性がありますので、何分も言って申し訳ないんですけど、気になる方は、ちょっと少量でも仕込んでおいてもいいかもしれません。出来高増加と RSI 値を少しね、根拠がもしかしたら薄いかもしれませんけども、もうありなな、ありな、ありなね、仕込みとしてはありな状況かもしれませんので、よろしくお願いいたします。4時間でもね、出来高もうまくついてきておりますから、ちょっとやっぱり気になるところでございます。はい、で次行きましょう。次は今日の最後ですね。サクサク言っておりますけども申し訳ございませんね。テンセットを見ていきましょう。テンセットがね、今ね、いい位置にいるというところでございますね。はい、行きまーす。はい、こちら。はい、テンセットなんでございますけれども、ただいまの価格が 3.05 ドル付近を推移しているところで、この通貨に関しましてはもう長い間ね、上昇の平行チャンネル内をずっと推移してるんですよ。で、今まさにちょうど上昇の平行チャンネルの形、サポートライン付近にいます。そしていいですか、ここ見てくださいよ。日足レベルの長期の移動平均線、まあこれね、下髭ポーンってつけているで、なんとか守りきっていますよね。やっぱりこのサポートラインっていうのがかなり意識されているかなというふうに思いますし、ちょうどその上昇の流れに乗っかって長期の移動平均線上でもう一回乗っかってきた。で、短期の移動平均線、まあちょっとね、かなり、どうでしょう、幅は狭いんですけども、短期の移動平均線がちょっとデッドクロスを起こして、もう一回ゴールデンクロスを起こしかけておりますから、サポートとしてある程度効いているところでもございますので、今位置的には結構ね、仕込んでいってもいいような状況にあるんじゃないかなというところで、もし短期 FX でやるんであれば、損切りラインは結構はっきりしている、余力を持たしてこの下髭の形 2.5 ドルを割れ込んだら損切り、 2.5 ドルを割れ込むと上昇の平行チャンネルも同時に割れ込んでしまいますから、そこを損切りラインにしていく。目標価格はまあね、上まで上がってくれればいいんですけども、上昇の平行チャンネルのまずはこの抽選ライン付近ですよね。まあそこに行き着く前にこの 3.46 ドルっていうのが水平のレジスタンスからのサポートとしてある程度ね、機能はしているかなと。レジスタンスはバチバチに効いてますよね。サポートは前のフェーズで結構効いていたので、この左側のフェーズです、青いラインでございます。サポートからのレジスタンス以降からのまあサポートですよね、としては効いているかなと。やっぱりこの青いラインを割れ込んでズル落ちしてきておりますから、ここでの部分利確で突破してきてからの抽選ラインでの部分利確で、あとはこの上昇の平行チャンネルの上端値 5.6 ドル付近での全利確というのがね、一つ戦略としてはありかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。テンセットがちょっとね、チャンス通貨としては位置的にはね、捉えられる状況かなと。で、あとはね、上に上がってきた時にかなり広い目線で見た場合のアセンディングトライアングル的にも見えるんですよね。安値切り上げ、高値がこのちょっと荒いですけども、この付近ですよね。4ドル付近で高値一定値として捉えられるアセンディングトライアングル風にも見えますので、4ドルを超えていけばね、明確に4ドルあたりを超えていけば強さがやっぱりグッともう一発出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、それはね、ちょうど上昇の平行チャンネルの抽選ラインと被ってますから、まあ 4.3 ドルとかね、そのあたりを超えていけば、やっぱり 5.6 から7ドルぐらいまで追っていけるようなね、上昇に乗っかっていけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあとにもかくにも今はね、平行の上昇チャンネルの下端値付近にいますから、ある程度押し目買いのチャンスネイチにいますよっていうのは押さえておいてください。もし入るんだれば 2.5 ドル割れは損切りライン、利益確定ポイントは 3.5 ドル付近、あとは 4.3 ドルとかね、そのあたり、そして 5.6 から7ドルぐらいを利益確定ポイントとしていくのがね、ベストかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のチャート分析は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんときます、なんと1万と727名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等ですね、こちらが要因で、まだまだですね、ミッドマン TV 頑張っていきたいというふうに思いますので、ここはね、皆様一つよろしくお願いいたします。そして餃子が欲しい方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。で、明日もね、ちょっとごめんなさいね、最近ね、準備、フィリピンに行くね、準備が結構本当に忙しくて、あと昼間の仕事もね、被っていて忙しいので、なるべくね、配信をしていきたいなという思いますけども、もしできないときはね、ここ本当にご迷惑をおかけするような形になりますけども、よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも今週ね、フィリピンの方から生配信をねお届けするような流れになりますから、そこもツイッターでご案内いたしますので、合わせてね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の配信以上となります。また皆様次の配信でお会いしましょう。ではバー。